はい、じゃあ田中さんお願いします。お願いします。もうね、あのコメント欄に、あの臨時コーチやってね、その感想を聞きたい聞きたいコメントがもう殺到してるわけですよ。ちょっとあの時間経ったけど、まあ、2月ね、ほぼ20日間弱、まあ、振り返ってどうやった？実際自分がまあ10年間ちょっと現場離れてて、いつもあのドラゴンの試合はよく見てたけど、10年間離れてみてね、実際そのキャンプインからあの20日間やってみて、まあ、もちろんあの、ね、試合をずっと見て選手は大体こんな感じの技量だなっていうことは分かり把握しながら、まあ、今回の目的はネオであったり、はい、強打であったり、はい、そういったあの若いこれからの選手を見てくれと、はいはい、まあ、結局自分はその20日間の間に根気よく同じことをずっと言ってただけなんですよね。でどうしてもそのなかなか簡単にはできないですよね、うんうん、やっぱりバッティングって難しいので、まあ、あの田さんなんかセンスがあるっていうのはね、1言えば3とか5できるってちょっと思ってたことなかった。これぐらいできるだろうっていうふうなある程度のその予備知識はあって入ったわけやん、うん、である程度その教団にしても、まあ、ネオにしてもこれぐらいはできるんじゃないか、こうやって俺言ったらこれぐらいできるんじゃないかっていう風な感じで言ったことない、まあ、そういう風に多少考えもあったけれども、うん、でもそれできてるんだったら、うん、もう1年経ったらできてるよね。なかなかできないから、うん、ちょっとこうどうやったらそういう風にできるようになるかなと思いながら、うん、いろんなことを考えながら、うん、まあ、指導はしたんですけども、うん、でもやっぱりどうしてもこう結果が出ないとこうやってシーズン入って違うとこやってしまうんですね、はいはい、見てるとやっぱりそのなんていうのかな、どうしても今の選手っていうのはあの2人に限らずやっぱちょっと打てへんかったらちょっと変えてみようっていうふうな、なかなか続けてやる根気っていうのはちょっと足らんかもわからんね。そう、それもね、もう最後本当にとにかくこれができず、うん、毎日根気よくやれ根気よくやれっていうことはね伝えたんですけども、うん、なかなかね、うん、簡単にはいかないですよね。まあ、特にその今年ね、ネオもちょっと苦しんでるし、まあ、教団に対して今年2軍落ちなんて、一番あのドラゴンズの中ではね、安泰というか、絶対ポジション的には外せないと思われた教団がああいうふうになってるわけやんか。まあ、もうちょっと打てればね、ね守りもうまいし、うん、やっぱり2番を任せられるぐらいになれば、うん、チームは打線もつながるしと思って、教団を一番時間費やしたんだけども。うんうん、癖ってなかなか治らないよね。まあまあ長年持って生まれた自分のね感覚もあるやろうけど、でもあのなんていうの、外から見てるね、あの選手と実際会って接してみたら、あ、こんな一面があったんやとかいうふうなとこも また新しい発見もあったんちゃう。みんな真面目だよね今の選手ね。表面はな、うん、表面は、ね、表面は真面目やな。でもやっぱりなかなかこう良くなっていかないっていうのはこう一つちょっと頑固な、うん、こうそれをちょっと邪魔するところがあるかなっていう。うん、でもやろうと思ってもできないっていうのがまあバッティングやん、うん、じゃない、そのずっと子供の頃からそういう打ち方でやってきた癖っていうのは、うん、はいはい、よっぽど本当にゼロから自分の意識の中で変えようと思わないと、うん、ね、自分はやっぱりこういう感覚っていうのもあると思うんだけども、うんうん、本当に変えようと思ったら極端なことしていかないと変わらないよね、うん、だからまあ今日はまあ大体、まあ、毎年その2割4分5分だけど、ネオはね、やっぱり何か思って変えないと、もう今年3年目からもう来年4年目になるわけや、うん。まあみんなあのショートがいいとかレフトがいいとか、まあいろいろなあのことも言うけど、守備的にはどう、ネオは。いや、本当にショートでやるんであれば、うん、もちろんあの、キャンプではショートずっと練習してたんだけども、はい、うん、もっと守備練習しないと。守備したら、ネオはショートで使えるようになるぐらいの選手。最初ちょっと我慢すれば。いける？あの随分1年目より2年目、2年目より3年目って、うんうん、やっぱ進歩はしてるんで、うん、守備の方がやっぱりやればやるほど上手くなると思うね。まあシーズン入ってね、彼の外野の守備も上手いやん、送球なんてもいいし、あれもちょっと魅力あるんじゃない、うん、自分はやっぱり外野でバッティング生かしたいっていうのは、自分は、ネオ自身は。でもやっぱり強打が今ね、こんな感じで、うん、本当のレギュラーとは、ね、呼べるような感じの成績ではないので、はいはい、うん、ネオも頑張ればね、うん、十分争えるのかなと、うん、でまあ、あと注目してたね、石川。石川は一番あの本当は鍛えたかった一人で、うんうん、ずっと二軍スタートだった。でまあ、シーズン入っても怪我したりと、ちょっと怪我多いね、うん、で一回あの一軍 の, その練習試合に来た時に、うん、それ終わって1時間だけちょっと指導した、うん、はいはい、ね、とにかくあのいいものは持ってるから、うん、何がいいな、彼は一番やっぱり遠く飛ばせるという、うん、まあ、あの本当にあのそんなに振ってないけども、バーンとこう
意外とボールが飛ぶという清原さんみたいな、はい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 、ちょっと近いようなイメージのバッターっていうか、うん、逆方向にボール飛んでいくというタイプで、ただ全部ポイントが近いんで、だから見ててもね、ボール見逃してるというよりも指導が遅いから手が出てないようなあの変化球打たへんとか、そういうところもあるってことやろ。骨をも含めてそうだけど、ボールが来て今度はトップに入って打ちに行かなあかんときにもう一回手が後ろに来るから、でもボールが入ってしまってるってことでしょ、全部中に刺される、うん、で高校生で金属バットぐらいだったらそれでも近くても力があるから、ピッチャーのボールもちょっと遅いしね、うん、だから1軍に1回去年いきなり1年目で上がったときは全部速いボール差し込まれた、うんうんうん、まあでもそれって克服タイミングができると思う、タイミングってむっちゃ難しいやん、ちょっと硬いよねタイミングはね、うんうんうん、でもあのタイミングでできる人、こう初めから教えなくてもできてるもんね、これがやっぱセンスっていうのはね、うん、まああと、まあ、全体的に、まあ、ドラゴンズ、ね、今シーズン半分終わったけどピッチャーはまあいいやん、やっぱあとはもう打つ方やんね、打つ方も、うん、やっぱりこう点ホームラン打てるバッターが少ないし、うん、バッテリンドームでその長打ってもちろん出にくいし、うんうん、もう少しその1点を取るための貪欲さが欲しいよね、うん、まあ、でもホームランで点取れないんだから、はいはいはい、ランナーをしっかり進めるとか、うん、しっかり送るとか、うん、次の走塁を貪欲に塁を狙うとか、はい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 、その意識がちょっと見てて少ないかなとは思いますね、うん、あとまあね、あの20日ぐらいコーチやって、あコーチってこんなことすんねんやとか、なんか中に入ったらさ、やっぱり今まで思ったことと違うことたくさんなかった、球団の中に入って、まあ、あの今ね、自分たちが入った頃のその時代とは全然違うし、うん、で結構今の選手にこう頭ごなしに怒ったりなんかそういうことすると、結構選手がすごいシュンとしたり、うんうんうん、やっぱそれは感じる。いや、そういう風に聞いてたんで、うん、まあ、どんな感じかなと思ったんだけども、うん、ただ自分が現役で被ってる選手がほとんどもういなかった、平田、福田ぐらいかな。逆にじゃあそれがよかった。高橋周平、周平もあの現役は一緒にやってないから。あ、そうか、うん、だから逆にあの、まあ、自分の現役かぶってる選手の方が、ね、自分らはやっぱりこのそういう上下関係ですごくあったんで、知らないからあの、ね、若い選手と逆に楽しく和気あいあいと、まあまあ、息子みたいな年齢なわけやん、うん、まあ、一応そんな感じでも和気あいあいとできただからそんな、なんか腹立てたりそういうこともないんで、うん、臨時コーチだからね、うん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 、これが実際のコーチだったらまた違うと思うんだけども、まあでもやっぱりずっとやってみてさ、その生活のリズムとかさ、コーチも意外と大変やなよとかもなんかあった、これお前ほんまユニフォーム着てたらね、こんだけ打てんからどうする、もうそれはもうどうしようもないやろね、バッティングコーチ首ですよね、大変やで、うん、そう、バッティングコーチ一番辛いよね、辛いやろ、俺よくわかんねん辛さは。だからまあまあ、でもこれからこのドラゴンズは、まあ、あと後半ね、まあ、巻き返そう思ったらそう1点を取る野球と、あとやっぱ助っ人1人いるな、どうしてもそのクリーンアップが1人足りないね。でガーパーという、ね、外国人を取ったんだけども、ちょっとファームやんか、ちょっと期待できそうにないんで、うん、あのマルチネスというキャッチャーもいる、彼が、ね、出るとしたらもうレフトしかないんだけども、うん、ポジションは、うん、やっぱ1人入れないと、うん、ビシエドが打ったら点取れました、打てなかったらあの点入りませんでしたっていうような状況なんで、ほんで今年ね、あの周平、高あのビシエド後ろ、周高橋周平がちょっとあの、うん、なんかもう一つやな、あんまり良くないね、あの去年はまあさ打率を下がるってお前ことその逆方向に打ったけど、やっぱ彼のからしたらもうちょっと長打も欲しくない、やっぱあれだけこう前に移動すると、うん、距離詰めると、うん、練習ではやっぱりまだあの打てるけども、うん、やっぱりまっすぐにどうしても差し込まれるんで、はいはいはい、その代わりあの変化球うまく拾えるので、ね、うん、ただその幅はやっぱもう少し前に出ないようにしないと長打は出にくいよね。でもある程度率は残っても怖さがちょっと足らんかなって感じやね。でも、まあ、今回前半戦は何回か2回ぐらいかな、うん、スタメンから外されたけども、うん、でも本当は外しちゃいけない選手ですね絶対ね、うん、でもまあ外されたことで、まあ、発奮してくれっていうような意味もあるんやね、まあ、もちろん監督の考えはそういう考えもあったと思うけども、うん、いないからやっぱり本当は阿部、うんうん、にしても阿部ちゃんもさ今年ちょっと低調やな、なかなか状態上がってこないね、ちょっとやっぱりこうホームランバッターではないのに振りすぎるというね、うん、でたまにあのすごいいいホームラン打つやん、左中間とかでもね、やっぱり年間本当によく打っても多分10本やな、であれば2割8分、もう少し2割8分でも9分でも、うん、あのチャンスでしぶといバッティングをしてほしいなって、今までしぶといバッターってなかった、右に打ってる時はすごくいいバッティングする、うんうん、でもどうしてもなんかこう変にこう体開いて大きいのを打とうとする、うん、振り回すというような、うん、
もちろんそういう時もいい、ね、決めに行っていいと思うけども、うん、やっぱ状況に応じたバッティングをやっぱもっとしないと、うん、チャンスは特にね、うん、まあ、もうちょっと点取るようになったらまたもうちょっと順位も上がってくるのにな。全然上がってくると阪神がね今上にいたりして、うん、巨人も2位で追いかけて、でもそんなにズバ抜けて力の差って感じないから、ゲーム差が悪くほどの力の差はないよね、うん、ましてこんだけドラゴンズのピッチャーおってね、うん、まあ大島がもある程度3割ぐらい安定した成績出すから、まあ、1、2番が結構出るわけやんか。2番のつなぎ役がまず一つ大事でね、でも打てへん時ってなかなか打線が固定できへんやん、結局あのね、本当に警戒するのはビシエドだけで、うん、もう一つ二つぐらい警戒する人いないとピッチャーも楽だよね。だから前半意外と木下がやっぱいいバッティングしてない、キャッチャーの勝負どころでね、長打もあるし、あバッティングはいいいいよね。ただやっぱりこうずっと試合続くとへばるんで、ね、まあ、休ませながら使ってるけども、うん、まあ、あと最後に一つ、あの後輩の福留、まあ、よう頑張ってるよね本当にね。あの春聞いた時はね、いややっぱまだ技術はあるなっていう話をしてたん、体もまだ元気だし、うん、ただこうやっぱりどうしてもまっすぐ差し込まれるんで、うん、体振ってしまうんでね、うんうんうん、でもやっぱりその選球眼がいいしね、まあ、それが大一番大事なことやね、やっぱボール見極める力もあるし、うん、やっぱ雰囲気も持ってるしね、うんうんうん、まあ、やっぱりあのドラゴンとしたら含めたってことはやっぱ正解やった、うん、まあ、あの若い選手にいい影響を与えてるというふうな、ね、感じもあるし、うん、もうそうやの真面目に練習もするからね、うん、でいらんこともそう言わへんから、あとはでもやっぱりね、コウスケがその先発で、ね、うんうん、もちろん出るために頑張ってるんだけども、うん、若い選手もうちょっと頑張らんと負けずにね、うん、やっぱりっ、まあまあでもその2月もやっぱり臨時コーチ行ってよかったと。そうですね、まあ、あのいいもうジム空いてたんで、あの現場の空気感というか、なんか懐かしいというか、あ、こんなやったなっていうことが多々多かったと。自分もあのどんな今選手感じなのかなって、うん、なんとなしに、まあ、掴めたことが大きかったかなと。まあでも意外とあのいい子が多かったと。そうです、あの可愛いから頑張ってほしいなっていう、あ、まあまあ、じゃあ後半またね、はい、ちょっと期待して楽しみに期待しましょうよ。はい、ありがとうございました。